お疲れ様です。ドラコです。今日もよろしくお願いします。今日はね、久々にアンドイタリアーノさんに来ております。でこちらのお店なんですけど、まあ、以前も来たことあるし、なんだったら結構定期的にいろんなチャレンジメニューをですね、こう提供してくださってるお店でして、いろいろ条件とかそういうのを提示しながら、こういろんなチャレンジメニューやらせてもらってるんですけど、今回だからこういう風にね、会員証、単位証っていうのをもらえまして、こういうのもらうとちょっとテンション上がりますね。で今回やるのが なんでですかね、最近僕タコさんウインナーにゆかりがあるのか分かんないんですけど、今回もですねタコさんウインナーの乗ったちょっとこうパワー系のパスタみたいな感じなので、個人的にすごく楽しみにしております。そんな感じ、今回も頑張っていこうと思いますので、ぜひとも最後まで楽しみください。よろしくお願いいたします。というわけで早速本編の方行ってまいりましょう。どうぞ。来たあ、だと嬉しいです。やっぱ意外とでかいっすねすげえ重い。これすごいね。じゃあお願いします。はい、はい、いきます。うまそう。あ、メンチカツやん。え、ちょっあげてるとはいえね、タコとかも絶対後半食べれると辛いから先に食べといた方がいいね。うん、酔いが怖い。真ん中のさ、うん、ハヤシライスっぽいか、これデミグラスかな。美味しい。これがすごい美味しい、真ん中のソースが。
ハンブルグだね。待って、よし、こんなパスタに行こうか。うん、ね、バッチクソに美味しい。なんじゃこのカルボナーラ。
すいません、コーラの追加お願いしてもらっていいですか。ジャンプ。
あるな。ごちそうさまでした。はい。ナイス。はい。というわけでこれもらいました。ありがとうございます。初めてここのチャレンジだった時ね、何やったっけ。そう、失敗してなんか残念賞みたいなバッジをもらったんですけど、なんか。こういうのもらえて嬉しいです。というわけで、エンディングでございます。お疲れ様です。はい、というわけで、無事、完食しました。時間的にはね、結構余裕があったんですけど、ちょっとペース配分とかもなかなか、キープしたりなんなりができなくて、ちょっと、もうちょっと、なんか、自分の作戦ね、両できたんじゃないかな、反省しました。ただ、ここもね、やっぱ、パスタ料理、そうですし、パスタはじめね、いろんな本当に、メニュー。本当になんかいろんな、こう、バル的な、こう、料理をいっぱい扱ってますので、ぜひともちょっと、概要欄のサイトとか、インスタグラムとか載せてますので、ぜひ見ていただいて、あ、ちょ、興味あるなと思った方は、ぜひとも聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴していただきありがとうございました。この時間はドラッグをお送りいたしまして、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、アスタラベスタ、タチネル、僕から、以上。